はい、本日は PC ゲームバレンティーノロッシザゲームに入っている MotoGP シリーズチャンピオンシップ Moto2 バルダッサーリ編第9戦ドイツグランプリ作戦リンクを取っていこうかなと思います。さてですね、今回作戦リンクなんですけども、ちょうど半分というところで Moto2 もようやく18戦中9戦まで来たということで、リアル MotoGP だとここで夏休みという形なんですが、ゲームなので、なるべく、今やる気が出ているうちに、やる気スイッチが入っているうちに、次々とこなしていければいいかなと思っておるところでございます。で、今回なんですけども、18戦中一番大好きな作戦リンクだったんですが、雨ということで、雨の作戦リンクはあまり好きじゃないよというような感じなんですけども、まあしょうがないですね、これランダムなので。で、まあただ面白いことに、今年のねリアル MotoGP の作戦リンクと、環境が結構似ているので、まあそこら辺は、なんて言うんでしょうね、追体験というか、まあなんとなくそこはそこで面白いのかなと思っておりますので、一生懸命頑張って走っていければいいかなと思っております。で、なおですね、今回もレース中は特になんか、クレームが来たわけではないので、何かブツブツ言っているんじゃないかなと思いますので、ご了承いただければと思います。ではですね、本日も長いレッスンになりますが、眠くなったら寝ていただいて、やることができたらやることやっていただいて、暇な時になんとなく見ていくような緩い感じで、お願いできればと思います。ではですね、準備をしてレースの方に行ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、では第9戦ドイツグランプリ、作戦リンクのグリッドからですね始まりという形になります。グリッドポジションこんな感じで、オフィスさんは、予選を走っていない最後尾スタートということになりますので、一番後ろになります。いやー、雨だとねレインマスターとかいろいろ出てくるんですが、まあ、残念ながらマイルストーンのゲームはそういった臨機応変性はないので、いつも通りドライと同じような感じの、上位陣が並んでいるという感じですね。ザルコ、ビーツ、サムローズ、いつも通りですね。さあ、ではシグナルが入っての第9戦作戦リンクのスタートとなります。直線がね、また波打ってるんですよね、これ腹立つことに。で、ここが下ってるんですよね。あ、ちょっと強引ですね、止まりきれないというかね、もうちょっとね、スタート練習した方がいいですね。だから、リアルモト GP で、みんなスタート練習してますけど、やっといた方がいい。なんでしょう、予選とかのこのゲームもそうですけど、途中から加速しながら入っていくんで、加速しないでこの第一コーナーどうやって入るのかっていうのがね、意外とわからないんですよ。今順位が18位17位ということで、初めのストレートでだいぶ負けたのかなというところでしょうかね。とにかく作戦リンクの特徴は何でしょうね、短い、一周が短いで、あとひたすらどっちかに曲がってる、体勢を立てるってことがあまりないコースですね。で、イメージとしてはなんか丘を登って下って登って下っての繰り返しみたいな感じで、高低差がすごいある、気がします。で、ここ一気に駆け下りてという形でね、一定のハイミスターっていうね、ここねミスると思うんだよな。なんかリアルモト GP でも、ね、結構ミスってる人たちがいた気がするんですけど、下り坂でねすごいスピード乗っちゃうんですよね。で、ここ最後この上り坂意外と厄介なんですよね。ミスっちゃうとフロントが浮いちゃう感じで加速が悪くなるので、結構登り方はね、慎重にコース選ばないといけないかなと個人的には思います。さあ、マルケスこんなところいますね。今7位ということはマルケスは16位ですね。で、この第1コーナーからの連続コーナーも下ってってからのここの低速コーナーなので、結構慎重に曲がらないと、あまりブレーキとかスピードを出しすぎてしまうとフロントから切れてこけちゃうような、感じでしょうかね。で、雨なので余計ちょっとバランスが悪いというね、そんな感じですね。さあ、大嫌いのクルテスさんを抜きまして、でも前にまだクルテスがいるっていうね、中上君またこんなところにいるっていうね、
そんな感じですね。でここまた登ってって登ってって、あとはそうですね、ブラインドコーナーが多いって言われてますね。三人称視点なのでそこまで、ブラインドに関しては、主観視点 FPS 視点よりはマシですけど、それでもやっぱり先が見えないのは変わりないので、結構なんでしょうね、作戦リンクは前が見えなくてビビっちゃうと終わるコースかなと思います。なので結構苦手な人がね多いんじゃないかなと。フレンドさんも嫌いって言ってましたし、であとはもう何やともにスピードがね、出せない、開けられるところが本当に少ないのが特徴ですかね。まあ、ただそれも、ギアヒルいじり方次第なのかなと思ってます。もうこうなるときはね本当に開けられないなっていう気がするんですけど、部分部分で、本当に短い間なんですけど、どこまで開けられるかっていうのが楽しみの一つなのかなと。でおすさんは全18戦の中で一番好きな、コースです。ここはで何が好きかっていうとね、とにかくジェットコースターみたいに登ってくだってが面白いっていうところですかね。なので一つコースをミスっちゃうとやっぱり、コースアウトしてしまうので、もう何でしょう、自分のリズムでどんどん走っていくしかないコースかなと。でリズムが崩れた時にやっぱりコースアウトとか転倒っていうのがあるので、とにかくリズムを崩さないで集中していくことが大事なのかなと思うところが一つですね。であともう一個は、今さっきゼブラ乗ってましたけど、ゼブラに乗りながらどれだけ回っていけるか、まあここミスっちゃいますよね。上り坂のイン側ゼブラは乗っちゃダメだろうっていう感じなんですけど、あれもやっぱりビビっちゃうとダメなんですよ。今ビビったんですね。アウトに膨らまないようにと思ってビビりすぎてスピードが出てないのに倒しちゃったので、そのまんまイン側にどんどん入っていく形で、で上り坂なので速度上げようと思ってもそう簡単に上がらないんですよね。なのでそういったところもちょっとね、ビビらないでいかなければいけなかったんですけども、やっぱり、最初数周はすごい不安定になる人なので、まあ、その不安定さがインガーゼブラに乗り上げて転倒という形になったのかなという感じでしょうかね。いやなかなかね難しいんですよね。で特にここの1コーナー後のコーナーもスピードが本当に出せないですし、ギアも低速ギアでいかに回るか、失速しないでいかに回るかというところなので、なかなかそのアクセルワークが微妙なところついてないと失速するのかスピード出しすぎるかですし、スピード出しすぎれば次来るのが、過剰なブレーキで、スピード出しすぎなければ、車体が不安定になるという形なので、やっぱりねこれはもう考える云々よりもリズムで持っていくしかないのかなという感じですね。であと作戦リンクはね意外と厄介なのは、そう高低差があって、そこばっかり目が行くんですけど、コースも結構なんて言ったらいいんだ、荒れてるって言ったらいいんですかね。デコボコがねやっぱりこのコースもあるんですよ。でデコボコがどこにあるかを覚えとかないと、アクセル入れた時にホイールスピン空転しちゃったりして、回転数がアホみたいに上がっちゃって、それのせいで、リアが不安定になったりとかっていうこともあるので、自分が走るコースのどこにデコボコがあって、そのタイミングがどういう時なのかっていうのを、ね、覚えておく必要性が、ね、あったりします。なのですごい経験がものを言うコースなのかなと思うんですけど、あとはまあ一番大事なのはこのコースを好きになれるかなれないかですね。好きだと思えば意外と回れちゃいますし、苦手だと思えばいろんなところでやっぱり自分の調子が出せなくて困っちゃう感じになっちゃうのかなというところでしょうかね。で今回は、ライトレインということは、まあ、雨なんですけども、このねライトレインのコンディションで一番ムカつくのが、降ったりやんだりをね地味にしてくれるんですよ。で雨が降ってれば変な話ですけど、車体の操作をしている時にあらかじめある程度なんか滑る、だからツルツルしながらぐるぐる回っていけばいいんだよねっていうような慣れが出てくるんですけど、途中で弱まっちゃうと変にね
面がグリップしてくれるんですよ。でツルツル滑るっていう意識で回ってる最中に中途半端にグリップしてくれると自分が行きたいコースじゃないところに突っ込んでいくことになるのでリズムが崩れちゃうんですよね。でリアもガリガリ削る、結構ねここタイヤは消耗しやすいコースだと思うんですよね。低速で回ってる時とかも意外とバンクしながらアクセルを調整していくのでどうしてもサスもなんて言うんでしょうね、吸収しきれなくてもうリアがねブルブルしてる状態が長く続くんですよ。でこれはリアルモト GP の実況解説も言われてますけど、まあ本当にこのスライドさせながらどうやって回るのかっていうところにかかってる部分もあるので結構ねイケイケで走っちゃうとタイヤがねみるみるうちになくなっちゃうところでもあるのでリズムを保たなきゃいけないんですけどその中でタイヤを消耗させないように走らなきゃいけないというところなのでお客さん的にはもう第1は楽しんでいくで第2にはそうですねなるべくリアタイヤというかそのタイヤに負担かけないように回るなので、前もったブレーキングとか、まあ、この1コーナーはねもうどうしてもある程度そのカーブの角度もきついので負担かけるしかないんですけどそれ以外のところは極力アクセルを抜きながら特に下り坂はある程度アクセル抜いてもスピードは下ってるんで出るのでそういったものを利用しながらでここのコーナーに関しては上り切るまで大体2速できてます。2速で高回転にしないように上り切って上った直後に3速を速入れてでなんであそこ3速入れちゃうかっていうと2速高回転だとおせっさが回るコース上って凸凹があるんですよ。なのでタイヤが空転してタイヤをすり減らしてしまうので3速に入れて回転数を上げないようにしてます。でここはもうね5速から6速で一気に下っていく感じですね。でここは、最終的には2速なんですけど2速に1周入れて次すぐ3速入れ直しで4速でここでまた2速に落とすと。でここはですね2速でだいたい駆け上がります。2速で駆け上がってこの辺とかもうちょっと手前で3速入れてすぐ4速入れて5速の6速ですぐここは1速まで落としちゃいますね。1速まで落として1速で回れるんだったらこの明けまで1速で回っちゃいますけど大体2速入れちゃいますね。2速入れてここのカーブが入るぐらい前に3速入れるとでまたここで1速に落として行けるところまで1速で行くんですけど大体この辺でもう2速入れちゃいますね。で2速2速で回って上ったらもう3速入れるここで3速ですね。で車体立てられるんだったら一旦立てちゃいます。なんでかというとリアタイヤがねバンクしたままだと結構負担かかっちゃうので一回立てられるんだったら立てて少しだけ加速して下るところでまた4速に行っちゃいます。でなんでそんなギアガチャガチャいじるかっていうとブレーキかけなくてもそのギア比の差でエンジンブレーキ使えるんでそのエンジンブレーキでだいたい調整していくような形ですね。でここら辺も一旦3速2速まで落とすんですけど2速からすぐ3速に入れちゃうのは2速のうちでエンジンブレーキと回転数入れたいっていうだけですぐその後加速するのまた3速に入れ直しって感じですね。で今8周目だから早いんですよ。1周自体は、ね、1分24とか25で回っちゃうので雨でも早いは早いんですよ。なのでドライだとモト GP 機だと1分18秒とかそれぐらいで回るので1周周が、ね、すごく短いので、まあ、この高低差を楽しんでいるうちにすぐ1周が終わるというような感じですね。でもリアルモト GP だとここモト3はあれです、ね、チームアジア のレインマスターと呼ばれているパウエ選手がねまたぶっちぎりで、今回優勝したという感じですね。ブラッド・ビンダーもナバーロとか、そういった
上位陣が全然もう追いつけないくらい、ものすごい勢いで走り去っているという、ね、謎のレインマスターですね。でデビューアなんですよね。デビューアで2勝で2勝とも、コンディションが雨の時に勝っているということで、こうやってねリズムを崩すともどんどんコースアウトしてしまうので、もう一回リズムを作り直す必要性があります。やっぱり一周周が、ね、短いんですけど、ただ周回数は多いんです。29周って地獄のような周回数を回るので、やっぱり、ね、集中力がないとリズムは保てないので、集中力勝負なんですけど、29周っても集中力は実際問題を置いてくるとないので、なので集中するというよりも、あのそのリズムに乗れるように楽しんでいくっていうことが大事かなと個人的には思ったりしてます。でそう、パウイ選手はもうハンバースタートだったんだけど、ね、18番かなんかなんですよ。上位スタートではなくて中盤ぐらいからのスタートで、2、3周目でもう上位に来て、でその後ひたすらぶっちぎって、途中やっぱりコースアウトしたんですけど、タイム差がね10秒ちょいあったのかなぐらいあったんで、コースに戻ってもなおも、ね、あの1位を走れるというね、すごい驚異的な雨特性が強いライダーがいまして、2勝目を挙げたという感じですね。で序盤はね、あのチームアジアでもう一人日本人の方で小野選手がいたんですけども、パウイ選手についてくるような形で2番手は走行してたんですけど、途中で転倒というような形ですごい残念だったんですね。でまあ見ててね思うことは、チームメイトがね1位を走ってるのについてってあわよくば抜きたいっていうのは分かるんですけど、まあ若いっていうのもあってしょうがないのかなと思うんですけど、成績をねあんまり残してない日本人ライダーだったので、抜けるんだったら抜けばいいけど、自分のペースよりだいぶ上回って相手に合わせて相手に釣られていっちゃうようであるんだったらペース落として、で小野選手から3位もすごい下がったんですよ。なのであのペース落としても多分抜かれることなくいいフィニッシュできたんじゃないかなと思うんですけど、どうしてもねなんか見てたらパウイ選手抜きたいような感じになっちゃってて、でペースついていけなくて、こけるっていうね形だったんですよね。で解説ですね の元ライダーの坂田さんもちょっと呆れてるような感じだったんですけど、まあ若いからねやっぱりチームメイトには負けたくないっていうのもあったのかもしれないんですけど、まずはね見てる側としては成績残した方が良かったんじゃないのかなと思いますし、結局パウイ選手に負けて超悔しいのは分かるんですけど、ただチームとしてはね1位2位2台しか走ってない中で1位2位を自分のチームで取れたらどれほど嬉しかったことかっていうのが正直あるのかなと思うと、なんか無理する必要性もないのかなって。小野君に関してはねドライでも速いっちゃ速いんですよ。なので慣れない雨というか、あの転倒リスクが高まる雨で、雨がすごい滅法強いパウイ選手に勝とうと思うよりも、その場で収めといてドライでその経験をもとに自信を持ってドライの時に優勝を目指していけばよかったんじゃないかなとは思うんですけどね。なかなかただねその負けん気がないとやっぱりプロライダーになれねえよっていうところもあるのかもしれないので、ないんですけどね、非常にチームアジアが1位に取れそうな時に、転倒してしまったっていうのは残念だったのかなというのが元3でしたね。あとは転倒がねやっぱり雨だったんで多いで、ザクセニクって見ての通り高低差が結構ひどいんですよ。で挙句の果てに結構そのコーナーの角度自体も結構えぐいですよ。まあえぐいがゆえに回ってるとそのジェットコースターみたいな感覚で面白いっていうのもあるんですけど、ドライでも結構ねフロントから切り込んでそのまんますっ飛んでくるじゃないかなと思うようなコースで、雨になると余計すっ飛ぶ可能性が出てくるので、やっぱりね慎重に走んなきゃいけないですし、その中でパウイ選手が走ってたタイムっていうのは、まあ、ちょっとアホの子なのかなっていうくらいね、あの異常だったので、いや本当に雨が強いんだな、バランス感覚すごいんだなとは思うんですけど、なのでもうこの、まあ、言ってみれば天才、雨の日の天才に
に無理やり勝とうっていうよりもやっぱり抑え気味の方が良かったんじゃないかなと思うんですよね。でそもそもね、二輪がね、雨の中でこのわけのわからないバンク角と高低差でよく止まるなと思うんですよ。走っててもゲームで走っててもなんでこの2本のタイヤで止まってしかも水がジャージャー流れてるところで回っていけるのかっていうのはね、乗ってても不思議になっちゃうんですよね。なんかそのまますっこけてもいいんじゃねみたいなね、そんな感じぐらいひどいコースなのでやっぱり慎重に行くことが大事だったのかなと思ったりもします。さあ13周目ですね、本当打ち切ってますね。でレインタイヤに関してはハードとかミディアムはないんですよ。なので、もうこれは AI と同じ勝負していくしかないというような形なので余計にね、あのタイヤの使い方が下手くそのお施設さんとしてはタイヤが途中でなくなるんじゃないかなというのもあったので、とにかくタイヤに気をつけてでなおかつ自分のリズムで走れるような感じでやっているというような感じですね。あ、そうだ、それ忘れてましたね。今回も、トラコンはなしです。で操作性プロで、まあ、コースガイドもないです。で巻き戻りももちろん、ございませんというような感じで走ってます。でやっぱりトラコンがないのであのアクセルを、ね、雑にやりすぎちゃうと、まあ、こういう雨の日っていうのはあのバンク中にアクセル雑にすると余計にリアが吹っ飛んでいってしまうので、まあ、あのコーナリング中はすごい気をつけて、回っていくというような形になりますね。でモト2に関してはこれもね本当にもったいなかったですよね。予選はねドライだったんですよ。ドライで中上くんがポールポジションを獲得したんですけど全然優勝しましたし、でも連勝がねできるんじゃないかなという期待もあったんですけどやっぱり当日雨だったのでどうなのかなという感じでスタートしたんですが1位をね走ってたんですよ。いやこれはすごいぞ、このまま行けばっていうね、そんな感じです。で途中ね2位も結構差が作れるような勢いだったんですけども、まあ日本人ってそういうもんなんですかね、まあ、運がないことにこけてしまって、走り切ったのかな、走り切ったのかもしれないんですけど上位はフィニッシュできず、で結果的に勝ったのはザルコ先生だったんですけども、ザルコ強いねやっぱり。だからやっぱり今年はチャンピオン争いするだけのものはありますし、前年のチャンピオンっていうだけのものはねあるのかなと思うんですけど、で元妻もやっぱりコケがひどくて、中上君がコケた後は誰だっけな、モルビデリかな、モルビデリが1位を、これまた結構独走気味に走ってた気がするんですけど、モルビデリもやらかしてこけて上位陣が脱落と。でその後ろねリンス、サムローズあたり、あサムローズもうちょっと後ろだったかな、走ってたんですけど、サムローズじゃねリンスも珍しくこけたんですよ。リンスがこけるっていうのもなかなか珍しいもんで、リンスもこけたという荒れた展開になってて、でサムローズさんはやっぱりああいう乗り方だからっていうのもあるんでしょうかね、やっぱりこけてしまって、でサムローズに関してはねイギリス人ってそういう人多いんですかね、1回こけても立ち上がるというねサムローズだったんですけども、ね、2回こけて2回目はね、もうグラベルの上で寝っ転がってましたねというような感じで、努力もなしくという感じで荒れた作戦人気になったのが元2で、その中で辛抱強く耐え抜いたのがザルコだったという感じで、そこはやっぱりさすがチャンピオンですね。生きて生還するというところでは、今年上位争いチャンピオンシップの主役になっているだけあるのかなというようなのが、元2でございました。でやっぱりねこれ荒れたのが元 GP ですね。最高峰クラス荒れましたね。前回が、元3、元2まではなんとかドライ、まあ、元2最後はね雨降ってきて、中断で終わりましたけども、その後MotoGP クラスでは雨が降ったり止んだりでレース中断するはまあ散々な感じだったんですけども、このザクセンリンクは、逆だったんですね。MotoGP クラスが始まる頃はもう結構止んできてたんですよ。なので路面自体はレインだったんですけども、もう乾いていく方向に触れるような感じだったんですけども、レインスタートで、まあ、みんな多分ねあれは路面が乾くの前提で走ってたんじゃないかなと個人的には思うんですけど、
ロッシーマルケスあたりが最初出て行ったものの、雨の日といえばドカティということで、ドカティやっぱ強いんですよね。で雨の日のペドルッチもやっぱり出てきまして、ペドルッチが周囲を走ってたんですが、まあこけるとドカティあるあるですね、速いんだけどこけんだよなあいつらっていうね、そんな感じで、1位がいなくなって、でその後ドビチョーゾさんが、その後ろを走ってたんですが、まあここからがね面倒くさい話で、路面がね乾いてきちゃったんですよね。でマルケスあたりもね、あのコースアウトしてちょっと首位あの上位争いから脱落したっていうのもありまして、ドカティ安定の、ドビチさんがねずっとぐるぐる1位を死守しながら走ってたんですけども、後ろからね、これまたレインマスターになってきたジャック・ミラーが来たり、あとはおすいさんの大好きなクラッチローさんがポケッチローにならず、じわじわと後ろから上げてくるというような展開だったんですが、やっぱり路面乾いてきて、でレインタイヤもボロボロになり始めてきて、でドビスさんなんかはねやっぱり気づいてたんですね。ドライのラインを走らずに、あの濡れてるラインを走ってなんとかタイヤを持たせようとしてたんですが、やっぱりボロボロになってきてるような形で、どっかに乗り換えが必要だったんですけど、後ろ迫ってるから、ね、なかなか入れないというような中で、ラインがね本当にすごい、もうミスったらこけるんじゃないかなぐらいのドライラインができたあたりで、マルケスがね、まあ、もう中段に沈んでたっていうのもあって早めに乗り換えたんですよね。でその前にも、ポール・エスパルガロも、ね、同じようなタイミングで、多分スリックタイヤに履き替えたんですけど、ポールさんはちょっとね集中力が足りなかったのか、フォースが足りなかったのか、ラインを多分外しちゃってすこきちゃったんですよ。でそんな中でマルケスはそのラインをね、ひたすら走るという神業ですね。オスさんの中ではこのやっぱり天才なんだなこの人っていうぐらい、ほぼウェット路面の中で本当に1本だけドライのラインがあるような中をマルケスはスリックタイヤでガンガン速度を上げていくというような形で、10位ぐらいまで沈んでたのが本当に、1周あたり6秒とか差を縮めてですね、ガンガン10位に上がっていくわけですよ。でイアン・ノーネも、途中で乗り換えたんですけど、まあ、怒り狂ってたジェスチャーも入ってたのは、イアン・ノーネはスリックタイヤじゃなくてチームが許したのはインターミディアムっていうスリックタイヤとレインタイヤの間ぐらいのタイヤだったっぽいんですけど、それをねチーム側が履かせてて、まあそれじゃねえよみたいな感じで怒りながら出ていったっていう感じなんですけど、まあ結果的に寄せさが見るとイアン・ノーネじゃあポル・エスパルガロと同じようにすっぽけて、まあチームががっかりしてたんじゃないかなと思いますし、チームとしても変な話ですけどお前無理だよっていうのもあって、インターミディアムにしたんじゃないかなと思うので、まあ個人的にはイアン・ノーネはしょうがないんじゃないそれでとは思うんですけどね。そういった、まあ、その乗り換えのタイミングでドライのタイヤで行くのかレインのタイヤで行くのか、それともレインで始まるとレインタイヤは無理なので、ドライとレインの中間みたいなインターミディアムで行くのかっていう複数の選択肢があるとね、なかなかその無線とかがないので意思疎通がちゃんとできてないと、なんて言うんでしょうか、うーんっていうね、ちょっと自分と思ってたのと違うタイヤが来てうーんってなっちゃうのかなと思うんですけどね。まあそれもそれでしょうがないんですけど、ただここでまたすごいのがマルケスは後のインタビューかなんかで、まあ、そのやっぱり微妙な時期にピットインしたのでインターミディアムかドライどっちも可能性がある状況で、イアン・ノーネはインターミディアム、まあ、その他の人は、ね、スリックタイヤ そのマルケスのタイムを見てみんなスリック履いてたと思うんですけども、まあ、そんな中でなんでマルケスはスリックタイヤであの状況で出れたのかっていうところがやっぱり疑問になるとは思うんですよ。なのでなんかサインとかなんかあったのかっていうのを、ね、後のインタビューかなんかで確か聞いてて、それの回答がですね、マルケスとしてはかつてフィリップアイランドで、10周年乗り換えなきゃいけないよっていう変速マッチがあった時に見落としたかなんかでね11周目まで走って失格になった年があったんですよ。でその時になんかいろいろ反省をしたというか、そのスタッフとのやり取りをもうちょっとちゃんとやらなきゃいけないねっていう反省会ミーティングみたいなのをしたらしくて、
それの教訓もあって今回こういう事態が想定された場合に事前に話し合ってたっぽいんですよ、タイヤを。で、マルケスとしては、まあ、そういった、ね、自分の走りたいものと違うものが来たら困るから、レインで出てって乗り換える必要性が生じた場合はドライ、まあ、要はスリックタイヤですね、スリックタイヤしか履かないと。だから入るときはもうスリックで出ていくつもりだから、インターミディアムは用意しなくていいっていうのを事前に話し合ってたらしいんですよ。すごいですよね。なので、マルケスはスリックで出ていけたというようなところがあったらしいですね。いや本当ね、これはねすごい度胸だと思います。という感じで、マルケスが、まあ、最終的にはその作戦が功を奏したというか、その天才な走りっぷりを見せて、この高低差で1本しかないラインを乗って前のラインをぶち抜いて独走1位というのが最終的な形で、いや本当ね、今年マルケスがチャンピオンになるとどうしようもないんじゃないかなという感じですね。で、まあ、その他にもね、この後、走っていくコースでもマルケスのすごいところがいっぱい出てくるわけですけど、今回は今回でその選択ギャンブルをして見事そのギャンブルに勝ったというのが、まあ、マルケスのすごいところ。ただギャンブルって言ってもやっぱりその実力がなきゃできないギャンブルなので、まあ、そういった意味ではね、やっぱりあの選手っていうのは天才なのかなというところですね。でロッシに関してはね、まあ、ロッシも意味がわからないんですけど、なんか今年のロッシはもうねチャンピオンになれないんですよ、持ってないんです、圧倒的に。やっぱりマルケスの動きを見てロッシのチームもね、いい加減入って、タイヤ交換というか車体を乗り換えろっていうのを、ね、何周も出したんですけど、ロッシは無視し続けて入らなかったんですよ。でそれっていうのもロッシがね1位を走ってたわけじゃなくて、前に何人かいたんですよね、ドビチオーゾさんとか。でドビチオーゾさんとか入らなかったがためにずっと引っ張ってたっぽいんですけど、カメラでも抜かれてましたが、だいぶもうねレインタイヤボロボロだったんですよね。でロッシに関してはレイン路面を走らないドライのラインをずっと走ってたので余計消耗がひどかったと思うんですよ。でやっぱりここはロッシもね年なのか何なのかわからないんですけど、去年モテギでロッシはペドロさんに負けてるんですよ。で、まあ、これはいろんな見方があるかもしれないんですけど、アセスさん的にはロッシとペドロさんの差は何だったのかなというのがすごかったですね。ゲームならではの動きしてました、何だったのかっていうと、同じレインでレインタイヤでなんでペドロさんが勝てたかって考えると、一つは羽、あれ羽あったのかね、羽なかったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、羽があったら羽をつけてるかつけてないかだと思うんです。で羽つけるとダウンフォースがすごいかかるんで押し付けられる感じはあるんでしょうけど、押し付けるってことはタイヤに対して のダメージもすごいと思うんですよ。でそこが一つ。あとはね、ロッシはやっぱりドライのラインをずっと走ってたんですよ、去年もモテギで。でペドロさんはライン外してたんですよ、わざとレインタイヤを持たせるために。だからそういった差があったのかなと個人的には思うんですよね。まあ、素人なので見当違いかもしれませんけど、ただペドロサさんが最後まで粘れたというか、ロッシーとバトルをして勝てたのはそこだったのかなと個人的には思うんですけど、今年もねやっぱりドライずっと乗り継げてたので、見てる限りもうボロボロだったんですよ。なので残り8周ぐらいからやばかったんですけど、早く入っておくべきだったのかなと個人的には思うんですけど、入らないで粘ってマルケスにぶち抜かれるっていうね、ちょっとチャンピオンシップ争いをしてるんだったらそれはねえだろうっていうねことをやってて、で結局クラッチローにも抜かれちゃうんですよ。いやもうお寿司さん的にはすごいバンバン剤なんですけど、でミラーにも抜かれたのかな、あミラーは違いますね、ミラーはやっぱりあれは引っ張りすぎちゃって結構中段まで最後沈んじゃったんですけど、多分ねでもミラーはもう雨でしか勝てないから割り切ったんでしょうね、勝てなくてもいいからレインタイヤで行けどこも行くみたいな感じだったと思うんですよ。なのでミラーミラーでいい経験だったなって、経験になって良かったんじゃないかなと思うんですけど、ロッシに関して言えばロッシほどの技術があったんだったらドライのラインが出てきてもうぼちぼち一周ドライラインがあるんであれば乗り換えるべきだったんじゃないかなと思うんですけど、前の集団にドカティ王国に、引っ張られてしまって、結局ロッシも中段7位とか8位に沈んで終わりという形だったんですよ。まあ運がないっちゃ運がないですけどね、レインならレインで行けば
ロッシーはまだまだ上位で残れたというか表彰台に乗れた可能性いっぱいあったんですけど、途中でね環境変化があってそれに対応しきれなくて、中段に沈んだっていうのが、今回の作戦でしたね。いや荒れた試合っちゃ荒れた試合ですね本当に。でロレンソさん相変わらずのクッリだったのでもうどうしようもないだった感じですけど、ロレンソハメ弱いですね。もうあれは治らないですね完全に。で来年ね、ドカティ王国にロレンソさん行くわけですけど、雨といえばドカティ強いんですけど、ロレンソのメンタル的なものがもう雨をがダメなので、いくら車体が雨に強いって言っても乗ってるライダーがね雨大嫌いだと来年ちょっとやばいんじゃないかなと思ったりもしなくはないです。でここら辺からもうあの周回遅れが、出てきてまして、まだ残り、6周ある中で周回遅れを抜け始めるという、ね、形になっているんですけども、やっぱりハードは、ね、相当遅いんですね。で今回はタイヤ そのハンデもないので、やっぱりそうなってきちゃうと、ちょっと、ね、差がありすぎるという部分ではもうどうしようもないのかなここはという感じですね。でここにいるのがオリベイラ、もう中段まで、ね、迫ってきているという感じですね。でまだ残り5周ありますね。でやっぱりね作戦に怖いのが自分のリズムで走りたいので、こういう周回遅れが出てくるのが一番怖いですね。で周回遅れが何が怖いかっていうと、結局独自のラインといえば独自のラインかもしれませんけど、ただレースなんてねベストラインっていうのはある程度決まってきちゃうので、AI とね交差する場面がいっぱいあるんですよね。そこをどうやって抜いていくか、でここで無理しちゃうとリアをスピンさせたりとか姿勢が崩れてしまって、そのままコースアウトまたは接触しちゃう可能性もあるんで、スピードは出したいんですけど前もすごい気になるみたいな、ね、感じなんですよね今。で作戦リーグのもう一個怖いところはブラインドコーナーっていうのも怖いんですけど、意外とそのボールと近いんですよ。で1コーナーなんかも特にそうですよね。この左によって加速してのブレーキングで、ブレーキングミスると何でこれから見えますけど、まっすぐ突っ込んでいくとその先にあるのがガードレールなんですよなんと。でコースアウトしてくれればまだいいんですけど、あのガードレールにそのままぶち当たるとすごいダメージが入って、レースをリタイアせざるを得なくなってしまうので、やっぱりねこのザクセンリンクの、ストレートのブレーキングっていうのはすごい怖い、ブレーキング一つになりますね。でこの辺も慎重に慎重に、好きなんですけどやっぱり慎重にっていうのは忘れずにという感じですね。でここで4速入れてもうガンガン行けるところまで加速して、5速入れてのここで一旦3速まで落とすんですね。でここでまた4速入れ直し一気に上ってって、で一旦3速に落としてここで4速に入れるんですけど、ここで4速に入れる理由ってありまして、まあ、一つはこの後加速するからっていうのは大きいところなんですけど、あそこの上り坂登って、で登り切る前からもうバンクが始まるんですけど、登り切った時に一瞬ね、なんて言うんでしょうね、滑らかじゃないんですよあそこの登り切ったところって、ガクンってくるんですよ。でサスペンションめちゃくちゃ使う、または多分宙に浮くってことはないんでしょうけど、サスペンションを、ね、設置する波に一回ガツンと乗り切った後入るんですよ。でそこでお寿司さんは4速に入れるんですけど、4速に入れた時にリアが、ね、グリップを得るんですよ。得る感覚が、ね、来るんですよいきなりガツンと。で、そこで得た感覚っていうのは、まあ、これは乗り方によるんでしょうね。みんながみんなそういう感じにはならないのかもしれないですけど、バックしながら1回サスに思いっきり、接地感が入って、そこで4速上げてアクセルガスッと上げるとですね、グリップ感が得て、そのまんまその姿勢のまんまインに突っ込んでいく感じ感覚になるんですね。でこの後ですね、こう1回落として、ですぐ4速に入れるとですね、これリアに今トルクが入っている感じで、そのまんま、左のゼブラの方を向けてガンガン加速していけるんですよ。
でホイールスピンとかもなく加速していけるので、あそこで4速入れて思いっきり開けていくっていうのが多分おせさんの中でリズムとしてあるんですよね。であそこで入れられないと、あそこもねちょっと途中なんて言うんでしょう、デコボコがあるので回転数がおかしくなっちゃうので、4速をすぐ入れてグリップを得てそのまんま左のゼブラゾーンに突っ込んでいくような形のリズムを作ってます。でここがね意外とおせさん下手くそで、1速まで入れるんですけど失速秒でたまに内側のゼブラの方に乗っちゃいそうになっちゃうのでちょっと怖いんですよね。ここもそうですね、ここもスピード出さなすぎてゼブラにね乗りそうになるんですけど、ゼブラに乗っちゃいけないギリギリのところでなんとか機種を前に向けて2速入れて登っていくっていうのが一番ベストなリズムですね。でここはもうなるべく3速から4速に下るところら辺で4速入れないとベストですね。で5速入れたと思ったらもう3速に落として、ここはですねこのゼブラにリアが乗るような感覚のコーナリングをしていく感じですね。今のところは先ほど言ったグリップを得るような、得てのイン側に突っ込んでいくような感覚でどんどん曲がっていくという感じですね。でここ一旦2速に落とすんですけど、開けてきたらどんどん3速に入れてなんですけど、やっぱり今ね体落としましたね。もうちょっと角度がね出る時の角度がよろしくなかったという感じですね。でここはですねなるべくこの外側のゼブラに寄れるように、曲がって加速していく感じですね。じゃないとフロントがね浮いちゃうんですよ。ちゃうので浮かないようにするためにはアウト側に寄っていくっていうのがおせさんの中での乗り方ですね。で今ねここはガクガクしますフロントが。なので2速入れたい内野にで、なるべくガタつきがないように調整していくという感じですね。でここも一緒です第1コーナーと。でこの2コーここのコーナーに関しては2速で高回転にならないようにアクセルを開けながら上り切って、ここで3速を入れて1回起こしますね。起こさないとリアがガクガクしてタイヤダメージがひどくなるので1回起こす感じにします。でここはもう本当にこのゼブラめがけて曲がっていくような形。今ですねグリップが入った感じなのでそのままの加速をしていく。でここは理想は今のところは右のゼブラギリギリを通過してそのまま加速していくと今度逆の左のゼブラ付近まで行くので、まあ、最悪ゼブラに乗りながらどんどん下っていくようなイメージで入れるとおせさん的にはいいかなという感じですね。今上がってますね。加速するタイミングが、ね、へったくそだったんですね。で MotoGP15 枚だと今のところもねちょうどね4速とか5速に入れるギアシフトチェンジするところだったんですけど、あそこでね、加速するとフロントが上がるので一瞬だけねアクセルを離さなきゃいけないっていう感じだったんですけど、バレンティノロシザゲームのザクセンリンクはそこのデコボコがなくなったので、加速し放題という感じになってますね。だからコースもね若干ね見えないんですよ。見えない、もう本当これは体感するしかなくて見えないんですけど、デコボコがあったりする部分の確認とかをしながらどこでどうしていくかっていうのを考えていくという感じですね。さあそんな感じなんで、最終ラップですね。で今回は、2位までを1周遅れにしたというような形になります。もっとね本当は突っ込まなきゃいけないんですけども、ね、ちょっと体力の方がないっぽくて行きたい方向にね曲がらないんですよね。バルダスタリア結構疲れてるっぽいですね。さあそんな感じで荒れた荒れた作戦に今回ね実はこのゲーム内に結構ありますザルコがこけたりねローズがこけたりしてるんですよね。なのでこけるときはこけるらしいです。はいということで第9戦ドイツグランプリ作戦に29周終了という形になります。ありがとうございました。はいということで第9戦ドイツザクセンリンクですが1位優勝という形になります。レースタイムの方が41分39秒
という形でしょうか。2位の、アレックス・リンスとの差は、1分32秒ということで約1周差ちょいくらいですね。はい、10位の方が、ロレンソ・バルダッサーリが1位、2位がアレックス・リンス、3位がフランコ・モルビデリ、4位がヨハン・ザルコ、5位がジョナス・ポルガー、6位がトーマス・ルティ、7位がサム・ローズ、8位が、中上貴明以下というような形になっております。だいぶリアルと、かけ離れた感じになりましたね。さあポイントランキングの方です。1位が、ロレンソ・バルダッサー225ポイント、2位がアレックス・リンス158ポイント、3位がヨハン・ザルコ144ポイント、4位がサム・ローズ132ポイント、5位がフランコ・モルビデリ100ポイント以下というような形になっております。はい、コントラクターズポイントはこんな感じというところでしょうか。いやーね、雨の日のザクセンリンク、難しいですね。すんげえ難しい。まあ嫌いじゃないんですけど難しいですね。で、次戦が第10戦がオーストリアの、これなんて読むんだっけな、ちょっと忘れちゃいました。今年からね導入されたところになっておりまして、雨ですね。いやー、これずっと雨なのかな。The atmosphere in pit lane is already hotting up.We're just waiting for the free practice session to stop. ここ雨きついっすね。俺嫌いなんだよな。1回だけモト3で走ってるんですけど、いやーもうコースが難しすぎて、いやー雨ですね。ということで、第10戦のオーストリアグランプリも雨という形です。ここはちょっとやばそうですね。はい、ということで、本日は PC ゲームのバレンティーノロッシザゲームに入っている、MotoGP シリーズ Moto2、チャンピオンシップ Moto2 バルダッサーリ編第9戦ドイツグランプリ作戦リンクを取ってみました。いやー、なんでしょうね。で、まあ、ハードが遅すぎるっていうところで、決着つけるしかないのかなということですね。いつもですね、長い動画見ていただき本当にありがとうございます。ご意見等々ございましたら YouTube のコメントの方いただければと思います。またですね、ご質問に関しても、分からない範囲であればお答えさせていただきますので、合わせて YouTube のコメントの方いただければと思います。なおですね、こちらのゲームは PC 版となっておりまして、 Steam で4980円ぐらいで売っているゲームとなりますので、興味があればご覧いただければと思います。言語は日本語版なしの英語版のみとなっておりますので、ご注意ください。また日本語版に関しては PS4 版限定で、インタグローさんが日本語版を出しておりますので、日本語版で遊びたいという方は、PS ストアでデジタル版を買っていただくか、どっかの店頭で売っているディスク版の方を買ってですね、日本語版で遊んでいただければと思います。ではですね、次回第10戦オーストラリアグランプリでお会いしましょう。ありがとうございました。